はい、2020年4月の1日、2020年度の初めの日です。それではウェーブ朝倉学校の理科の、編をやりたいと思います。で、本日は血液を昨日酸素運搬の話をしましたけど、本日は血小板が関わる血液凝固、怪我をした時に血が固まる現象について学んでみたいと思います。それでは。血液凝固ですね、はい、で血液凝固というのはどんな感じかというと、はい、でまず、登場人物を整理をしておきますと、血液中に液体成分、血小成分という液体成分と血小成分と、それから血球という細胞成分がある。でその中の昨日は赤血球という酸素の運搬役のことが主役でした。で赤血球と、それから免疫系の主役、白血球と、それから血小板というのがあるんですね。血の小さな板と書きまして。で、これが今日のテーマである血液凝固の、仕組みに関わります。で、1立方メートルあたり、1ミリ×1ミリ×1ミリの、血液中のサイコロの面積、体積の中になんと25万もあります。ということですね。で、途中で核を捨ててしまって、核があった細胞から分離して、膜のかけらみたいな形になってますので核はありません。さて、それで血液凝固に関して、まずどういう現象が起こるかということなんですが、これ実は怪我をした時に血が出ますね。でその外出血、外に出血するから外出血というんですが、外出血の他に私たち日頃生活する中で気づかないうちに内出血していることがあるんです。これ日常的にあります。で、内出血が非常に、大規模に起こると、あざができたりするというようなことがあるんですけど、そういう明らかに外目で見て内出血してるなってことが分かんない状態でも実は小さな内出血がいっぱい起きてます。で、その時にどういう仕組みが起こるかということなんですが、まず、血管の壁に穴が開きますね。でそこに血小板、この血小板がこう、土のうのように、物理的に、塞ぎます。まずは物理的に塞ぎます。でその上で、これフィブリンというんですが、ここにフィブリンというタンパク質が、繊維状のタンパクができまして、そこに血球、さまざまな血球が絡みついてくるんです。ここの血液中の中を流れる。で、そうやってできたものが血平と言います。血の持ち状、血栓と表現する。これを塞ぐようにできたときには血栓と表現することもあるんですけど、血平というのができます。で、それで、こういうふうにして傷口を血平が塞ぐ形になって、また修復していって、修復が終わった頃にこの血平は溶かすという仕組みを持っております。さて、でこの血液凝固を普段から私たちの体の中で起こってるんですが、試験管の中でやる方法がありまして、これ血液ですね。血液を取り出してきてしばらく放置しておくと、ここに血平という血の塊ができるんですね。血の塊ができます。そして、その上に血清というものが浮いてきます。で血清という血清というのが浮いてくるんですけど、浮いてくるというか、この塊以外の部分を血清というんですが、この血平の部分はさっき言ったように、フィブリンとそれから、血球が絡みついたものになりますが、この血清の部分はもともとこの血液の中に入っていた液体成分があるんですね。でその液体成分のことを血小と言っておりました。で血小の中で実は血液凝固因子とか血液凝固に関わるものが、除かれたものが、つまりもう血液を固まらせることに使ってしまったので、この血液凝固因子が除かれたものが少し残ってはいますけど、ある程度除かれたものが血清になります。で特に血液凝固因子の中で、大切なのがフィブリノーゲンという、この繊維を作る元ですね。だから
血清というのは血小から、まあ、フィブリノーゲンなどを引いたものです。で、血清がよく血清療法とか血清が治療に使われるというのは聞いたことがあると思うんですが、血小じゃなくて血清を使っている意味は、血小だと凝固してしまうことがあるんですね。その治療の途中に凝固してしまうことがあるんですけど、血清ならばすでに凝固するその繊維の部分は除去されているので、途中で凝固することはないということですね。でちなみに血清は、透明ではなくて、中に入っているタンパクなんかの、まあタンパクとかあるいはさまざまな成分の影響で、黄色タンパクというよりもウロビリノーゲンとか、まあ、ビリルビンという系列の、物質の影響で、少し黄色をしております。さてそれでは、血液凝固が起こる仕組みです。で血液凝固が起こる仕組みは本当は厳密に言いますと何段階にもなっていて、簡単ではないんですが、まあ、高校の生物基礎ではこのレベルで学ぶということで、このレベルで説明いたします。でまずプロトロンビンというのが結晶中にあるんですね。プロトロンビンというのがあります。でこのプロトロンビンというものが、まあ、プロというのはプロフェッショナルのプロではなくて、そのマイという意味なんですね。接頭、英語の接頭語でマイ、トロンビンのマイの物質、トロンビンの原料物質という意味です。でこのプロトロンビンに、結晶板が、なんていうかな、結晶板が、土のうのようにこう穴を塞ぐとともに少し壊れる、そうすると壊れた時に出てくる血小板因子というのがあります。それから傷ついた組織からも血液凝固因子が出てきまして、あとカルシウムですね。カルシウムが合わさるとプロトロンビンが、トロンビンになります。トロンビンになります。プロが取れてトロンビンになります。でトロンビンができると、さっきちょっと出てきたんですけど、フィブリノーゲン、このノーゲンというのは英語の接頭辞でGEN と書くんですが、日本語でも源って源という意味ですね。まあ、英語の源 GEN と、それから日本語の源源というのが、まあ、偶然、意味が一致してるんですけど、フィブリンの原料という意味ですね。原料、フィブリノーゲン、フィブリンの原料が変化しましてフィブリンになります。でフィブリンというのはどっかでフィブってどっかで聞いたことがない、まあ、フィブという表現じゃなくてファイバーという表現をすることが英語では多いですけど、ファイバーってのは繊維のことなんですね。光ファイバーとか繊維で、その繊維と同じ語源のフィブリン、まあ、繊維物質という意味です。で繊維状の物質ができる、この繊維状の物質ができると、繊維状の物質と、その流れている血球が絡みついて血平ができるということですね。よくお風呂を掃除すると、お風呂の排水口を掃除すると髪の毛、髪の毛がこうなんていうかな、排水口に絡みついて、そこに石鹸カスとか石鹸のカスとか赤とかが張り付いてますよね。あれ、まさに血平にそっくりで、髪の毛がフィブリンという繊維、そして石鹸カスや赤が血なんていうかな、この血球に相当するもので、それが合わさって、血栓、血平ができるという形になっております。それでは、で私たち実は適度に、まあ、適度にというか日常生活の中で内出血が起こっているので、当然血液凝固が働けなきゃいけないんですが、でも血液凝固させた時にはだいたい血液の毛細血管の流れに対してこうですね、まあここ土のうで血栓で、まあ、ここ穴を血小板で塞ぐと、それに、まあ、その血平ができる形になりますので、ちょっとこう盛り上がる形なんですね。盛り上がる形になる。そうすると血液の流れとしては、これがいつまでもあるのはよろしくないんです。でそしてここら辺の、血管内細胞とかをきちんと修復した後に、あと、まあ修復した後に、ここのこう出っ張りのところは溶かす必要があるんですね。でだから修復が終了して落ち着いたら、再びそれを溶かす必要があるということで、凝固した後繊維素溶解系というのがありまして、その凝固したフィブリンを再び溶かす系列があります。医学では凝固系と繊維溶系はセットになっているので、凝固繊維溶系というふうに言ってます。でその溶かす方はプラスミノゲンって言ってるんですね。プラスミノゲン、
あ、プラスミノゲンというのが原料で、これが変化したプラスミンというのがその、フィブリンその、を溶かす働きをしています。さて、で血液凝固あたりのことについて2つ社会的な話と医学的な話をしておきたいと思います。最近薬害エイズのことをだんだん知らない人が増えてきたのであえて強調しておきますけど、1983年から85年に、血液病患者、血液病患者というのは血液凝固因子がちょっと不足するんですね。血液凝固の因子が不足します。でだから、内出血がしやすいとかそういうことがあるので、その治療のために血液凝固因子というのを血液凝固因子製剤というのを投入するわけですね。治療として使うんです。でその輸入血液製剤の中に、血液凝固因子製剤の中に HIV という、まあ、エイズウイルスが感染していたということが分かった。で1982年から83年にアメリカでその HIV の混入が分かって、アメリカでは1983年に差し止めたんですが、日本で厚生労働省がそれを差し止めたのが1985年でした。でその2年半の間に、多くの血液病患者が HIV に感染してしまって、それでそれが責任問題になり、まあ、川田隆平君たちが立ち上がり、私も協力させていただいたんですが、薬害エイズの運動を起こし、その責任を取らせる運動を起こし、厚生労働省の当時の菅直人厚生大臣が謝罪をし、まあ、患者への補償と、まあ、国の救済というのが行われるようになりました。でそこでできたのが、新宿の国立医療センターでありまして、まあ、そこがその後 HIV 治療における外国の例えばカクテル療法という先進医療をきちんと取り入れて実践していく形になったんで、市民運動が、政治を変えさせた、一つの大きな、のが例がこの薬害エイズの運動でした。はい、それでその時のテーマが今日本日のテーマになった血液凝固因子という話ですね。もう一つ、が、今治療で心臓の疾患とか脳疾患というのは大体血栓ができるんですね。この血栓は ここら辺にこう傷口を適度に塞ぐんだったらいいんですけど、ここが完全に塞がれる形になると血管が詰まってしまう。でそれが、血管が詰まってしまうと、必要な部分に酸素がいかなくなって、その細胞が死んだり機能を果たさなくなったりする。でそうやって起こるのが心臓疾患とか脳疾患です。でその時には血栓を溶かす必要がある。でその時に使うのがこのプラスミンです。プラスミノーゲン、ティッシュプラスミノーゲンアクチベーター、組織型プラスミノーゲン活性化因子というのは、その治療的に投与すると一時的に血栓を溶かすことができて、血流を復活させることができるということ。まあ、これ実はこんなに簡単じゃなくて、実際の適応症例っていうのは厳密に医学的に区分けしなきゃいけないんですが、この TPA っていうのは今医学の世界の中では非常に対応されている治療方法で、それが今日の内容と関係する内容ですという形です。でちょっと難しい内容になりましたけど、最後この本ですね。特に小中学生の皆さんは、まあ、今日言ったのはちょっと高校生物の内容まで踏み込んだので若干難しいと思いますが、まあ、今日やったような内容が絵本で非常に面白くまとまっているのがかさぶたくんですね。かさぶたというのが、まあ、血液凝固の典型例でありますので、かさぶたくんという絵本があって、これ非常に面白いですので、まあ、これは子供もわかりますから、まあ、今日の話で興味を持った人はぜひかさぶたくん読んでみてくださいということで、はい、ご清聴ありがとうございました。この2020年が、皆様にとってまた今の危機を出して日本や世界全体にとって、いい方向に転換できる年になりますように、記念しております。はい、それではまた明日は数学は、方程式文章題の、続きで拡足問題と当たりくじの確率の問題で、理科は、本日の血液の流れの続きで心臓の構造と心臓のをめぐる体の血液循環の話をしたいと思います。はい、それではまた。ご清聴ありがとうございました。